ラブコメ TV の、新婚リポーターのさとみです。今日はですね、私こちら神戸駅すぐのところにございます、まあ、バズさんに来ております。中を映してみましょうかね。こんな感じでカウンターがずらっと長いですね。こちら10席ございまして、で奥にはですね、こちらボックス席もございます。はい、団体様もね OK だということで、はい、本日はですね、今先ほどちらっと映っておりましたが、こちらのロマンス菩薩さんこと、はい、バーマンですよね、はい、はい、の、渡辺夏樹さんに今日はお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ロマンス菩薩さんということなんですけれども、もうバーの方にの説明をしたらいいのか、あのロマンス菩薩さんの説明をしたらいいのか、ロマンス菩薩はじゃあ今度ご来店の、ご来店の際にね、なぜロマンス菩薩なのかっていうのをね、また聞いていただきたいと思います。はい、こちらのバーバズさんはどんなバーになるんですか？うちはですね、はい、そうですね、もうお一人様がこう会社と家の往復の間にちょっとクッションで、はい、いただける、まあ、ゆっくりね飲んでいただく静かな場所なんで、はい、ね、落ち着いた雰囲気で、はい、まさに隠れ家のようなね感じなんですけれども、はい、女性のお一人様、はい、まあ、すごい来ていただいてるんで、まあ、男性の方はもちろんですけど、はい、うん、あの本当に女性の方一人でゆっくり飲んでいただけるぐらいの空間になってます、はい、ですよね。こちらのメニューですごく人気なものがあるんですよね。うちは今はですね、はい、まあハイボールももちろんそうなんですけど、はい、紅茶を使ったジントニックとか、はい、まあ、はい、ティートニックっていう名前でちょっとやらせてもらってるんですけど、はい、ジンとかウォーカー、まあまあウイスキーもそうなんですけど、それに紅茶を入れて、はい、で紅茶を抽出すると、でそれをこう炭酸とかトニックとかジンジャーとかあるんですけど、ティートニック、はい、そういうハイボールスタイルのものがある。はい、は結構女性の方にはね、はい、ティーとかね、それあっさりしたものがね、そうですね、人気ですもんね、はい、あとあのすごくこだわりのあるドリンクがね他にもあるというふうにお伺いしたんですけれども、ハイボールが、ハイボール、はい、はい、ちょっとねこの昨今すごいハイボールがいっぱい出回ってますけど、ね、はい、流行ってますよね、ここで飲むハイボールを飲みに行きたいなっていうハイボールを、はい、お出ししてます。はい、もうハイボールを味わいにお店に来られる方もねいらっしゃるということでね、毎晩ハイボールを飲みに来てくれるお客様がいらっしゃいますからね、2時半から3時の間にして、はい、ハイボールを3杯4杯まで飲んでいただくっていうのはありがたい話ですよね。はい、ね、いろんなところで飲めるからこそね、あの違いが分かるんじゃないかなと、うん、はい、思います。私もねぜひ一人でフラット飲みに行きたいと思います、はい、いつかねそういう日もありますからね、はい、一人飲みたい日もあります、はい、ちょっとあの先ほどからねあの気になってる方もいらっしゃると思うんですけれども、あの頭髪の由来頭髪の由来って言ったらなんかおかしいですね。頭髪、はい、あのこちらのバーが地球と女性に優しいというふうにお聞きしたんですけど、はい、エコとエロの、はい、融合ということでね、はい、ちょっとエコな部分はどんなところなのか教えていただきたいなと思いまして、まあエコはもうご覧の通り頭髪がないんで、はい、もうシャンプー、リンス、全くそういう環境汚染しないというね、もう水だけで洗えるという大環境汚染してきた、はい、その辺も冬改めようかな、ね、ということでね、あのあのなんて言ったらいいのかな、女性にもね優しくて環境にも優しいとい う, いという、はい、そういうコンセプトでね、はい、やってらっしゃるのかどうかは定かじゃありませんけれども、ね、さっき適当に喋ったトークをね勝手に盛り込み、面白かったんで勝手に盛り込みましたけれども、はい、ぶっ込んできましたけど、すいませんはい、あのこちらでね、あのお話ししていただいたら皆さんすごくね楽しい気分になれるんじゃないかと思いますので、続きは皆さんがこちらのお店でしてください。はい、ロマンス菩薩のね由来も聞いていただきたいと思います。はい、ね、今のままだったら何か分かんないですからね、ただの頭もおかしい人実はこれあの生中継なんですよごめんなさい、言ってなくて、いや素晴らしいです言ったら面白くないかなと思います。はい、ということで皆さんそろそろお別れの時間が参りましたので、こちらのバーバズさんの
最後に場所の方を教えていただけますか。神戸駅山側ですね。はい。山向かいの、ビルの地下の方になっております。まあ、まず、休みの方がちょっと不定なんで、まあ、一応月1回ぐらい休みはいただいてますので、はい、ぜひご来店お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい。